井端批判に猛反発。野球の国際大会、プレミア12決勝が24日に東京ドームで行われ、日本代表は台湾に4対0で敗れ、惜しくも準優勝に終わった。両チームとも無得点で迎えた5回、先発した戸郷が2発の本塁打を浴びて大きな4失点。つながりを欠いた打線は4安打と沈黙し、オープニングラウンドから全勝で駆け抜けながら最後の最後に黒星を喫した。試合後の井端弘和監督は選手たちの奮闘ぶりを称えつつ、私の責任だと思っていますと口を真一文字に結んだ。この結果を受け、X では、井端やめろがトレンド入り。采配への批判や結果、責任を求める声だったが、これに反発したファンも同様のハッシュタグをつけて反論したため、その総数はみるみる増加した。ただ、大半が井端監督を擁護するもので、何を言っているんだ、そんなことを言っている人はもう野球を見るのやめろ、いっぱいしただけで短絡的すぎる。勝てば官軍負ければ俗軍かよ、現場の愚弄も知らないでよく言えるな、監督のおかげで全勝で予選1位通過したんだろ、お前が監督やってみろなど大荒れ状態となっている。井端は野球をよく知っているし、研究もしている。優勝できなかったから即やめろというのはいかがなものか。一昨日負けて昨日勝ててれば井端最高というような人たちはぜひ野球観戦やめていただいて何ら問題ございません。結果が全てなの。WBC ならまだしもプレミアで負けてるようなら連覇は無理、国語と同じ道になるよ。この試合だけでやめろはないけど、節目ではある。優待にはいいタイミングではないかな。同じチームと何回試合するのかなぁ、と思いながら見てました。参加チームを増やすとか、他に方法ありませんかね。罵り合うような発言は、規制した方が良いと思うが読んでいて怖くなる。悲しいなぁと思う。誰がこんなしょうもない大会に結果を求めているんだ。ビーチチームの選手が怪我しないで帰ってくれば、それだけで十分だわ。これだと代表監督やってくれる人いなくなるな。今回のメンツで決勝まで行けただけでも十分だろ。